共に過ごす幸せも、そなたを愛すがゆえに生まれたのだ。もしよければ、今夜は私の屋敷に泊まらないか？私は、そなたと共に、あの物語の続きを紡ぎたい。あの物語では抱きしめ合うところで終わりだったが、ここから先は物語の中の誰かではなく、私自身の行いだ。どうなるかは決まっていないが、よいか。ではそのまま私に全てを委ねていてくれ。